どうもこんにちは、速塾の久保ですえ今回ね、輪廻転生ということをテーマに何本か動画の方を撮らせていただいたんですけども、え私ね、輪廻転生がね、やっぱりあるんじゃないかなというふうに思う気持ちは捨てられません。ただ、その輪廻転生を肯定すればするほど、どうしてもね、突き当たる疑問がいくつかあるんですよ。今日はそのうちの一つについてお話ししようと思います。もしね、回答をお持ちの方がいたら 教えていただきたいんですけどもこの1点だけですねいくつかある疑問の中で今日はこれをね皆さんに提起したいと思いますそれはですね子供が生まれるっていうのは新しい生命がそこでねお父さんお母さんから生み出されていくのか100%ピュアなお父さんお母さんの後継者として生まれていくのかどうかってことなんですよでここにね輪廻転生ってものをもしね肯定するとしたら お父さんお母さんとは全く縁もゆかりもないどこの誰か分かんない人が愛し合ったお父さんお母さんの作った子供の席を押しのけてそこにボコンと入るっていうイメージなんですよね。どうでしょうかね。自分たちが命を注いで産み落としたと思っていた子供が数百年前数千年前の世界のどこに住んでいてどんな人生や経歴を持ったか分からない。 そんな人がたまたま自分の子供だと思った人の席を奪っててそこに生まれ落ちてくる輪廻転生ってなんかお父さんお母さんにとってみたらすさまじいストレスや落胆を与えるものになりはしないかなと思うわけですよ。それとも過去の有名人過去の偉人そういったものが輪廻転生して自分たちのところに生まれてきてくれるんであれば。 実際に自分たちが100%純粋な子供として産み落とした本来の新生児よりもそっちの方がいいわっていうふうに考えるってことなのかなと思うんですよね。でここはねあのはっきり言って証明の方法はありませんしああなんじゃないかなこうなんじゃないかなって思う程度のことでも私はちょっとねどうなのか知りたいなと思います。私なりりにににここにもししね無理やり回答を出すとしたらおお父さんお母さんん母のの間生生まれててくる新生児っていうのは まあ100%純粋な新生児じゃなくって、いくつかほら、その、あの、なんていうの、輪廻転生した赤の他人の意思も、やっぱりちょっと入り込んでいって、7対3ぐらいでブレンドされて生まれてくるのかなとかね。で、前回ね、動画で撮ったんですけども、輪廻転生っていうことがあの証明されたみたいなね、番組が私幼い頃見たんですけども、それは、たまに輪廻転生した他の人の性格が出て、 紀元前2000年前、3000年前のエジプトの言葉を喋るんだっていう風なね、王族のその王子様の,あの生まれ変わった姿が自分の子供にたまにね、宿るんだってことなんですよ。まあ、そうなったら、お父さんお母さんからすると、我が子が昔の子供の輪廻転生によって多重人格みたいになってしまったみたいなね。それこそ自分たちが全然意識してない、しかも関係ない どっかのエジプトの王様のお子供が自分たちの家庭に関わってくるってことなんですよね。それは喜ぶべきことなのか、うん、気の毒と思うべきことなのかそれでもそういうもんだと思って生命ってのは受け入れていかなくちゃいけないもんなのかっていうふうなねだからこれはねあの「リネ・転生」をもし信じてる人がいるとしたら。 自分の子供は自分の子供ではなくて全然違った人の子供が無理やり我が子として押し付けられたみたいな解釈もできるんですよね。でそう考えたらちょっとねなんか私も子供がいますけどもできれば輪廻転生であってほしくはないなと思うんですよ。自分の意思と責任で産めようとしたしかも私は不妊治療なんであの科学というものがね介在しなければ生まれてこなかった命なんですよ。 だからやっぱりね、どこの誰か分かんない人の輪廻転生だと思いたくないなって気持ちが働きます。昔の偉人、ね、なんかこう、それこそどっかのね、貴族の生まれ変わりじゃなくても何でもいい、本当に無名な人でいいんで、まあ私はね、生まれ変わりよりも、自分の、うん自分のね、血を、魂を100%受け継いだ、我が子であってほしいなと。 まさかね自分の子供がね誰かの輪廻転生でしたみたいなそれ俺の子供かと思っちゃいますよでそこにちょっとね私はジレンマがあるんでこれをどのように解釈すればいいのかなと本当に輪廻転生があって私の子供ですら誰かの輪廻転生なんだとしたらこのジレンマはどのように受け止めればいいんでしょうかってところがね今回聞いてみたいことですねもちろん輪廻転生を喜んで受け入れたい人ってのはわあうちの子は誰の生まれ変わりなんだろうっていうふうにワクワクするのかもしれませんけども 生まれ変わるとしたらねじゃあ実際に自分が作った子供っていうのは何なんでしょうかと単なる肉体としてのいるものなんでしょうかそこに自分たちの選択以下にかかわらず無理やり他者の人格がどこかの人生の続きとしてインストールされちゃうのかなと思いますねうんだとしたらやっぱりこう生命ってものの成り立ちを私たちはましっかり学ばないといけないのかなって気はするんですよね はい、ということで、ね、輪廻転生についていろいろ考えていって輪廻転生を私が、ね、肯定する気持ちに立てば立つほどこういった疑問にぶち当たりますよっていううちの1つに、まあ、今日はね、えー、動画として紹介させてもらいました別に私、輪廻転生を、ね、信じたくないわけじゃないんですよどちらかというと、まあ、輪廻転生あるんじゃないかなと思う方ですでここからちょっと余計な話になりますけどもあの科学的にね、物質、えー、と質量保存の法則ってあるでしょ。だから この肉体も、誰かの肉体も、岩も、それからトカゲも、空気ですらも、こう、形を変えながら、次の世代の何かになってると思うんですよ。何かの部品とかにね。となると、例えば科学的には輪廻転生してるんだろうなと思います。私の肉体の元素とか要素っていうのも、分解すると、別のものから成り立ってると思うんですよね。 そして私が死んだ後も別の何かにこう再構成されてるはずなんですよそういった意味で言うとこの地球上にあるものすべてが前の世代からの輪廻転生だというのは私よくわかるんですよだからここで言う輪廻転生っていうのは精神がずっと引き継がれていって次の世代の肉体に入るそしてその肉体が滅んだらまた次の世代の肉体に入るってことを繰り返していくのかなと思ったんですよそうなったら 肉体そのものには最初から意思や意識ってのがないってことになっちゃうのかなと思うんですよねもしくはあるんだけども大部分は生まれてきた人のものなんだけども一部輪廻転生の意識が入り込んでそこでなんかねおしくらまんじゅうしてんのかなと思うんですよね <laughs> うーんちょっとまだまだ学びが足りないとこですけども余計なことまで話しましたじゃあ輪廻転生についてどういうふうに捉えればいいのかもしねよろしかったらアドバイスくださいよろしくお願いします